先生、本日は春分の日でございます。はい、この日にちなんでですが、大井先生には西洋占星術における春分図についてじっくり解説していただきたいと思っております。占いをやっている人なら誰もが知っている春分図ですが、春分図について誤解している人もいれば全く聞いたことがない人もいるはずです。そういった方々に今一度春分図についてお願いいたします。はい、もう言い切ることだけを目的にしたアナウンス頑張りました。最後まで持ちました。はい、はい、で、まあ、春分図について語れという、まあ、お題になっておりまして、はい、まず春分はね、もちろん、まあ、今日ちょうど春分の日で、いわゆる春のお彼岸中日でございます。まあ、なんていうかな、昼と夜の長さが同じになる、ね、日だよというところで、まあ、仏教的にはそのお彼岸という、ね、風習になっておりますと。でですね、最初にちょこっとですね、こちら、お、失礼、はい、これ私がよくこの、ね、番組の中でも使う図なんですけれども、まあ、1年間のでっかい大時計だと思っていただいて、円一周時計回りにぐるっと一周して、これで1年を表していると思ってください。で、1年の中にこうメモリを打って、区切りをつけていくわけなんですけれども、代表的なものとしてここに書いてある8つのメモリがあるんですね。で、この8つの中でもさらにもっと根源的なというか根本的なやつがちょうど十文字の軸上に乗っかってるやつであって、うん、春夏秋冬にそれぞれ、至るという漢字がつくやつと分けるという漢字がつくやつで、ですから2つの至ると2つの分けるで二子二分っていうふうに言うんですけれども、はい、これがですね、季節の一番分かりやすいところにこう区切りを入れた、くさびを入れたものということになります。うん、で、例えばですけども、今回のテーマである春分というのがあるわけですけど、これ要はそのこの4メモリというのは日照時間でほぼ決まってると思ってもらうといいんですけども、夜が最も長い冬至、昼夜一致する春分秋分で、昼最も長い冬、夏至とで、こうなっております。で、これをそれぞれ4つの季節に当てはめて、夜長いから最も寒いから冬だよというふうにしてこう当てはめたわけなんですね。で、1年ってその季節でこう表現するときって、まあ、大体春夏秋冬で、本当はあの月の名前で言ったら1月って冬だったりするわけですけれども、でも、四季を言えって言ったときに冬から言う人はあんまりいないわけで、うん、やっぱり冬はどうしてもそのこもってるイメージがあって、で、春にこう、ね、草木が芽吹いたり暖かくなって活動的になるというところから、スタートは春分というか春がふさわしいでしょって考え方があります。はい、で、その中でこの春分というのが春のど真ん中って考えるわけなんですが、実はいわゆる西洋占星術の世界ではこの春分をですね、春の始まりと考えるんですね。当たり前じゃないかって思われるかもしれませんが、漢字の方の意味からいくと、分けるとか至るっていうのはど真ん中だよってことなんですよね。はい、春が至ったピークだよっていうふうに言ってたり、そこで前後に分けるという意味なので、うん、中国の占いでは春分とか夏至とかというのは各季節の真ん中なんですね。うんうん、だからそこから45度離れたこの立つというふうに始まるのが4つが、季節の始まりになっています。はい、で、あくまでも今日は春分のお話ですので、西洋占星では春分をもって1年の始まりとするというふうに考えました。で、いろんな占いはスタートの時点で大体決まってて予想ができるよっていう発想になってるわけですよね。だから人間もその誕生日で一生を見通すことができるんじゃないのみたいな発想になってるし、はいはいはい、最初いいタイミングさえ選べば万事うまくいきますよみたいに、全て最初が、大事な鍵を握ってると考える。ですから1年というのが春分から始まるとするならば、春分の状態を見れば大体1年の予想できるよねっていう発想になるというのが春分図と言われているものなわけです。はい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 。で、ちょっと今回ね、裏もあるんですね。はい、はい、便利に使っております。はい、これ実は2022年今年の春分図というやつになります。具体的にどんな感じかというのをちょっとお見せするつもりで書きましたので、あの細かい話はいいんですけれども、あの円の中にこういろんな記号が書いてあります。10種類ありますが、これがいわゆる太陽系の惑星たちを表しているんですね。で、360度あるからこうまんべんなく散ればこうバラバラっとくるんだけど、パッと見てお分かりのように、なんかやたらこの辺にギュッと星が固まっちゃってるんですね。ほとんどここですね。そうです、水瓶座とか魚座のあたりにギューッと囲まれていて、はい、で1個だけピョンって離れてるのがこの月なんですけど、はい、これがまあ単純に言っても180度より下にあるやつが9つで、はい、上には1個しかありませんみたいな状態になっている。確かに、うん、
でこういう時ってやっぱり1個しかないやつってすごい大事に見たりするんですね、はい、シングルトンというふうに言いまして、まあ、あるいはこの星の散らばり具合をバケットタイプっていうふうに、バケツの形っていうふうに言って、うん、ここに桶があってこれ取っ手だよって考えるわけですよね。ほうほうほう。だからこいつが全てを牛耳ってるんだよみたいに見たりすると、うん、まあ、そういう形になっておりますが、ちょうど、2021年度の春分図が、春分から春分までの1年でしたので、今日ちょうどね、春分ですから、はい、星占い的には今日から2022年が始まったことになりますので、はい、ついこの間あった地震があったりもしましたが、うん、あれは21年度の本当にラストのラスト5日前ぐらい、ラスト5日前ぐらいにドカンと起きたぞっていうのがあるわけなんです、うん、ですから春分図使って世情がいろいろ読めるよっていうわけですので、今年はこれですけど、星占い好きな方は去年の春分図を見ていただいて、うん、もう1年が終わろうとする最後の5日前ぐらいにそんな震度6とかとんでもないのが来るというのがちゃんと出ているということをですね、確認なさっていただくと、今年の読みがますます深まるであろうというふうになります。なるほど、はい、その春分図見てこの1年のことと照らし合わせていくと、なんとなく読み方 が、その整合性が取れるよと。ああ、なるほど。でこれは面白いことに、はい、この中に書いてある星の位置は世界共通なんですね、うん、春分の瞬間こうなってるようなんだけど、はい、外のこの部分がですねぐるぐるダイヤルのように動いて、固まってるのがぐるっと上に来るとか下に来るとかこう動くんです、平行に、うん、はい、でそれは場所によって違うんです。なるほど。これは東京ではこう見えるよっていう状態なんですね。だ同じ瞬間にヨーロッパで見たらこの星の塊がぐるりとこう平行移動したりする形になるので、はい、星の位置は同じでも地球上のどこにそれがどこから見たかによってその場所に起こる運命は変わるよっていう形になってるという、占星術システムでございます。なるほど、ありがとうございます、はい、だいぶ長くなってしまいましたが、いやもうすごくわかりやすくて、はい、ありがとうございます。東京や日本でもちょっとずれたりするんですか？そうですね、でこれは、東京基準で作ってあります、はい、そうですね、経度統計難度が、はい、4度、あ、ごめんなさい、経度が1度ずれると、あ、違う、ごめんなさい、4分ぐらいずれるという、はいはい、そうですね、国内でも、プラマイ10度ぐらい前後は あのずれるかもっていうぐらいなので、なるほど、そういうことになっている。ありがとうございます。東京基準でございます。はい、はい、西洋占星術も、ちょっと学ばせていただきました、はい、皆さんも非常に勉強になったと思います、また先生よろしくお願いします、はい、それではまた明日もありますので、明日もご覧ください。また明日、はい、また明日。